壱岐国分寺は長崎県壱岐市や部町、中野号西レにある臨済州大徳寺派の寺院。三号は五国山。本尊は釈迦如来。奈良時代に聖武天皇の御琴のりにより日本各地に建立された国分寺のうち壱岐島島分宗寺の後継寺院にあたる。本校では現寺院と共に古代寺院跡である。 壱き島文寺跡トについても解説する。壱き島中央部に位置する聖武天皇の御事の理で創建された国分寺の宝塔を継いで再興された寺院である。かつての国分寺は壱き島の場合には多くの資料で島文寺と見える。その創建期の島文寺跡トは原形大の北西方に位置するが他国に遅れての成立になる。資料、発掘調査によれば 8世紀中央後半に、壱岐市の宇治寺として創建され、8世紀後半引く、末頃に、島文寺に転用された後10世紀末 -11、世紀初頭頃に衰退し、17世紀に現在地に、再興がなされたとされる。古代島文寺跡については1974年に、長崎県指定史跡に指定され、1987年以降は、 発掘調査が実施されている。なお、一帯では、き島の古墳の再密集地として、古墳群などの分布や、壱壱の館跡地と推定される国編出身者が知られる。聖武天皇肖像創建は不詳。国分寺昆流の御事のりは、天平13年に出されたが、累寿三大閣の天平16年の御事のりによれば、 同年に至って、一岐党の国武装二両寺の増事要領が、非全国から割り当てられている。しかしながら、天平商法7年に壱など、再開道五国の講師が停止され、天平商法8年に二十六カ国の国分寺に、環状破一地具等が反下された際にも、その五国は対象外とされており、当時は寺元が不確立であったとされる。 演技式現場寮では、行当時下の宇治寺を、島文寺となし総国口を置くと見え、それまでの整備状況は不明ながら、公認式までには、行き死の宇治寺が転用されて成立した。なお、他の国分寺で置かれた層は20口とされており、他国と行き当の間には、格差があった。以上に関して、近年の行き当文寺跡における発掘調査では発生域、中央後半が、 宇治寺木に否定され、8世紀後半引く末頃以降が、転用後の島分寺木に否定される。公認11年の公認式取税料の規定では、壱塔の国分寺料として2万束が当てられており、寺院の成立も認められる。上和11年には、大隅国、薩摩国、壱塔の2国1党において停止されていた講師が、復活された。 延長5年成立の演技式取税料では、非全国小税のうちから、壱塔国分寺料16,697束が当てられているほか、多財府館内諸国小税から壱嶋島分寺の、法 f 容供一料12,907束1は1分5号が、畜全国小税から仏小友千三1,332束、皇室根とも4,726束が当てられている。 天独元年には、一等分治療の中浜荘が、太財府の安楽寺に寄進された。その後の文書によれば当時は安楽寺末とされており、南北朝時代の官能3年の文書にも、安楽寺末の島文寺として見える。ただし発掘調査によれば、10世紀末 -11 世紀初頭頃には、寺院の衰退が認められる。17世紀に入ると、 寺院最高の動きが生じ、一期国族風土記によれば、漢文二年当時には、釈迦堂のみの状態であったが、平戸藩主の松浦重信が、白銀百枚を死入、松浦藩左衛門が、寺田十国を寄進するとともに、平戸の不問寺から安州が招かれて、最高解散されたという。その後は、長里の阿弥陀寺住職の検体所とされている。教法五年には、 平戸藩主の松浦敦信によって、京都の大徳寺から教衆が招かれて、受け待ち解散され、教法8年には、安国寺末の阿弥陀寺など6寺が、国分寺末とされた。原文3年には、長郷域内で、阿弥陀寺が国分寺とされ、国分寺跡には、衝動が建てられて、阿弥陀寺とされた。法暦明和年間には、ガラン修築のことがあったほか、 完成10年当時には、治療を日田港30国で、井上忠敬測量日記でも国分治領30国と見える。壱岐島分治赤草寺跡は、原国分治の北西方に位置する。壱岐市の宇治寺を母体としたことや、地形的に地域が狭いことなどにより、他国とは異なる仮覧配置をとる。推定地域では、7世紀末頃からの数域が、わずかながら検出されている。 その後、8世紀中央後半には、近藤跡、塔跡、平野と門関と推定される、半築基段の建物跡が検出されており、それらは、宇治寺木に否定される。そして8世紀後半低水頃に、回廊跡が新造されており、以降10世紀末 -11 世紀初頭頃までが、島分寺木に否定される。しかし現在認められるはいずれも、 原位置を保たないため、建物の詳細は明らかでない。地域からの出土品としては、河原の保活液、恥き、生炎土器、活石製品、輸入陶磁器などがある。そのうち、宇治寺木の河原には、太宰府系でなく、平常系のものが認められ、生き死と機内との密接な結びつきが示唆される。また祖石については、江戸時代中期の生国族風土器では、 約60個あったとし、江戸時代末期の、駅名称寿司では24個の存在が記されるが、現在は十数個のみが確認されている。所在地交通アクセス関連施設限定出展域、国分寺跡に関するカテゴリー、ありがとうございます。